皆さん、こんにちは。今回は SDGs の講座、表題にございます、新型コロナ感染拡大の時期における児童虐待防止に向けてで、テーマでお話しさせていただきます。静岡県立大学短期大学部、私、教授の佐々木隆と申します。一つよろしくお願いいたします。今回、私、講演を担当させていただきますけれども、私は1985年にですね、東北福祉大学、仙台にございます、東北福祉大学の大学院を修了しまして、その後、1980年から1981年にかけて、イギリスの方に留学しておりました。ちょうど1981年は、国際障害者年、IYDP ですね、国際障害者年という年でございまして、その年、イギリスでは様々なですね、当時で言うと、完全参加と平等、ノーマライゼーションの思想をヨーロッパでかなり学ばせていただきました。その後、日本に帰国しまして、研究生、それから宮城教育大学で1年間学びまして、1985年の4月にですね、青森県、本州最北端、津軽の地、青森中央短期大学で、専任講師として約10年間ですね、勤めております。1985年の4月から、ここ1994年の、ここ1994ですね、1994年の9月まで、約10年間ですね、青森の短大で教鞭をとりまして、その後、弘前学院大学というところで、専任講師、そして准教授を1997年まで務めました。で、こちら、お鹿の短大はですね、2010年の4月に、オープンしているんですが、静岡県立大学短期大学部ですね、短期大学部の教授で、2010年に教授になりまして、この4月から短期大学部の部長を務めさせていただいております。科目としては、短期大学の場合は社会福祉士の養成、そして介護福祉士養成、保育士養成をやっておりまして、私は社会福祉専攻の方に所属をしておりまして、高齢者の終末ケア研究、それから児童福祉も担当してまして、児童の健全育成事業、さらにはイギリスのですね、ヨーロッパの方の研究をやってるんですが、イギリスにショップモビリティというのがありますね、そちらの研究をしております。生まれは北海道でございます。1957年、昭和32年1月に北海道の雄武町というところで生まれております。あまりこれ聞き慣れない名称だと思うんですが、北海道は広くてですね、オホーツク海、網走からちょうど稚内のですね、オホーツク海沿岸に雄武町っていう町がありますね。人口は1万人もいないと思うんですが、むしろ人口の約10倍以上の牛がいる感じの農業、酪農と海ですね、港の町、第一次産業が中心の町、そこで小学校、中学校を卒業しました。ここは紋別市というところに行きましたね。で、それで、主な研究としてはですね、日本における終末ケアの研究、1997年にこの本を出版してまして、あとこれらを、英語のですね、終末ケア研究の本を、単調で2冊、すべて全部で4冊があるんですが、ここには3冊だけ載せました。こちらいずれもですね、日本の文部科学省、今で言えば学術振興会がですね、出版の助成を受けて刊行されたものであります。こちらの洋書の2冊はかなり大きく、ヨーロッパとかですね、昨年の11月にベトナム、ホーチミンに行ったんですけども、ベトナムの方の図書館にもかなり入っております。で、今日のテーマでございますけども、あとその生きがい研究ということでは、高齢者のレクとかリハビリ関係のですね、一つとして、このリハビリ折り紙っていう本を監修で出したんです。これはかなり出ました。とリハビリクラフト、リハビリレクリエーションとかですね、シリーズ4冊ありますね。よろしくお願いいたします。で、それで、
今でございますけれども、もう、まあ、すでに周知のようにですね、今年度、新型コロナという私たちが経験したことないですね、そういった新型コロナ感染拡大においてですね、やっぱり児童虐待がかなり増えてきているという現実がございます。で、子どもがどこで生活するのが一番安全なのかというふうに考えた場合に、一般的にはこう家庭ですね。で、つまりこの家庭という考え方は、もう一つの SDGs の健康の本にも載せたんですが、1909年、アメリカのホワイトハウスで、当時のルーズベルト大統領によってですね、第1回児童福祉の白亜紀会議、まあ、通称ホワイトハウス会議というのが開催されました。で、そうした中で改めてですね、児童は緊急やむを得ない限りね、家庭から切り離してはいけないと。で、家庭はですね、文明の最高の所産であるということを宣言しまして、文明の最高の創造物なんですね。ですから家庭に勝るものはないという考えがありますし、そうした1909年のですね、ホワイトハウスでの宣言というのは、まあ、全世界にですね、そうした子ども養育の基本は家庭にあると。そして地域学校ということで、来ております。ところが、まあ、すでに周知の通りですね、児童虐待というのがですね、非常に実は増えてきております。こうした児童虐待の増加はですね、まあ、何を意味するのでしょうか。その多くはですね、誰が誰を虐待しているかというと、実の母、実の父、実子、実母が主であります。で、そうしたことを考えますと、まず、この、まあ、新型コロナの感染拡大に向けてですね、まあ、ソーシャルディスタンスっていう言葉と、まあ、3密っていう言葉がもう毎日のようにですね、出てきております。だけど、よく考えますと、家庭というのは、社会の密よりもさらにですね、密がさらに、密になっている。そうした限られた空間の場所なんですね。で、そうした限られた空間の場所の中で、事件とか事故、本当に悲しいことがいっぱい起きている。さらに、今回の新型コロナウイルス感染拡大に伴ってですね、在宅での仕事が増えてきた。在宅での様々な家庭での子どもとの関わりが増えてきた。そうした中で事故とか虐待が増えていっているという状況にあります。で、改めてその虐待ということをですね、考えてみますと、この、さらにですね、そうしたその虐待に定義できますと、まあ、身体的虐待で、ネグレクト、そして性的虐待、心理的虐待と、このように、まあ、分類されます。じゃあ、この虐待のですね、4つの類型がどれくらいのですね、件数、パーセンテージを占めているかというのを見てみますとですね、なんとですね、平成30年度の、まあ、速報値ですが、上に書いたように、15万9850件のですね、実は、虐待がね、起きているんですね。それを1日平均にしますと、なんと、438件、内訳からいくと、心理的虐待の約半分以上の 55.3% ですね。で、そして、次に身体的虐待、まあ、殴る蹴るという形でね、虐待、で、ネグレクト法に、そして性的虐待に 1.1 と、児童にしてわいせつな行為をすること、させること、そうした、件数パーセントになっております。特にこの心理的虐待というのはですね、これは実は増えていってまして、かつては身体的虐待が多かったんですね。で、心理的虐待ですから、子供のせいで、ね、あなたのせいで私の人生は狂ったとか、あなたが産んだのは間違いだったとか、あるいはですね、本当はね、私たちの子でないんだよとか、
というそうしたことをですね、子供に告げるんですね。で、子供はしっかりと実は覚えているんです、そういう言葉は。で、そういった虐待の、まあ、現状が実はあります。で、児童虐待の、まあ、増大のリスクなんですね。で、これは新型コロナの感染拡大と家庭生活のリスクで、実は、一時期ですね、やっぱりできるだけ家庭生活で外にも出ないようにマスクをして、で当然家という密室の中で、ね、子供もお父さんもお母さんも生活する。そしてそこで気をつけなきゃならないことはですね、お父さんとかお母さんのお仕事が、ね、家電の中に入ってきて在宅でのワークってところに移っているですね。で、そうしますと本来家庭というのは子供が安心安全安定した生活の場なんです。で、ところがそこにお仕事という部分が入ってきているわけですね。だから家庭の中の一部は仕事の場になっているんですよ、ライフワークは。で、そうなってくるとそこに子供の安らぎの場と、ね、2番目の子供の勉強のお部屋と2つ3つ4つ1つの複数のものがですね、家庭の中に、まあ、混在してくることになる。で、そうしますと当然ですね、そこで、まあ、兄弟喧嘩も含めればぶつかり合うリスクは当然ですね、広がっていく。その虐待は多くの場合は家庭という密室の中で起きている。これは DV にしても高齢者虐待にしても多くの場合は共通しているんです。施設内における虐待よりも在宅における虐待の方がはるかに件数的には多いという現状があります。じゃあこうしたリスクにですね、どのように対応していったらいいんだろう。で、児童虐待の発生ということを考えますと、まあ、キーワードはですね、虐待する人がいて受ける子どもがいて密室だと、この3つはもう完全にキーワードになっているんです。逆に子どもがいなければ虐待しようないし、親がいなければ子どもを叩く人もいないし、イライラも起きないんですね。しかしこの、ね、4番目にイライラも来る、この4つがですね、共存する形で家庭生活の中でバランスを取る必要が出てくる。しかし親もですね、怒るときはやっぱり自分が熱くなってるんですね。だけど子供はどんな状態でも環境を選ぶことはできないんです。子供は社会を選ぶこともできないし、小学校中学校では先生を選ぶことができないです。決定的なそれが条件がある。そこの中で生きていかなければならないという現実。子供は親を選べないということになりますね。で、そうしますとですね、それらを虐待の発生のメカニズムをですね、少し私なりに作ってみたんですが、どんなことが考えられるかですね。いくつかの要素が考えられますし、まあ、複数のことがですね、やっぱりそこに重なり合ってる。一つは家庭状況、夫婦間のイライラが子供に向けられるケースですね。あるいは親が子供を好きになれない、子供の言うことが気になってしょうないとかですね。あるいは夫婦間のトラブルが社会的な孤立を生んで、そして子供をですね、見ない。子供を、ね、乳幼児1歳2歳の子供を置き去りにしながら何日もですね、仕事に行ってる。戻ってきて子供が亡くなってる。しかしながらこうしたイライラになる背景というのも実は考えなければいけないし、もしかするとそれが労働条件とか経済的な問題から来てる可能性も否定はできないんです。周知の通りですね、やっぱり一人親世帯の場合は経済的な部分がかなりあります。ですからやっぱり2つ3つのですね、お仕事をダブルワークとかトリプルワークという形でお仕事を持っている方もいます。で、そうしますとね、ちょっとしたことがやっぱり子どものことがですね、気になりますし、あるいは子どものですね、養育の方までなかなかですね、時間的な余裕が取れないという現実もそこにあるのかもしれません。で、そうしたことがですね、こうしたストレスを生む。で、ストレスの吐け口として子どもに当たる。ですからこの
関係性の中でですね、私はそれぞれのこの円の中の距離を保つことこそがですね、在宅における児童虐待発生の予防につながるというふうに考えるんです。つまり社会では密にならないように椅子と椅子の間隔を取る、電車でもコンビニでもそれぞれ線を引いて、ソーシャルディスタンスという言葉がもう誰でもが主流になっています。私はプラスソーシャルディスタンスを家庭に置き換えるとなればですね、ファミリーディスタンスじゃないかなと思っています。家庭内に子どもと親の距離、あと夫婦間の距離を一定期間保つことによって良好な関係が築かれるんじゃないかというふうに考えます。かつてですね、イギリスに留学していた時にですね、スープの冷めない距離という言葉があるんです。スープの冷めない距離、これは何を例えているかというと、 親と子供の関係は常時同居してべったりしているよりも、ある一定の距離のところにお互いに住ん でたまに会ってお話しする方が親子関係が良好になるという考え方、スープの冷めない距離ですね。でそれで6番のスライドを見てほしいんですが、新型コロナの時期における児童虐待の予防ということを次考えてみたいんです。でこれはですね、子どもの言動に過度に注意しない、とにかく何かにつけて、ね、宿題やった、これダメダメダメって否定的な要素がやっぱり多くなっている現状があるんですね。ですから子どもの言動を注意するよりも、いつも以上にね、ちょっと褒めてあげなさいよと、だから子どもとの距離をある一定期間保ちましょうと、見守りつつ距離を保つことですね。そして子どもの自由を家庭内で最大限に認めてあげる。そうしますと、やっぱり子どもと別な部屋に親がいたり、あるいは距離を保って子どもを見ているということが、そうした虐待の予防につながる。まあ、いずれにしてもそうした虐待というのは非常に根が深いものがありまして、事件とか事故になっている場合のケースを見ますと、突然ね、わからない男の子が一緒に住むようになって、僕がそのお父さんに叩かれたと言っているんですね。というような事例を考えますとですね、やっぱり子どもにとって SOS をしっかりと受け止めて、必要に応じては積極的にですね、児童相談所なり24時間以内にですね、介入していく、48時間以内に入っていくというようなことをですね、しなければ子どもの命はやっぱり守られないということは本当に必要かなと思います。で、それでですね、子どもの養育ということを、まあ、考えますと、やっぱりそれぞれの立場で子どもを養育していくことが大事であると、それはやっぱり社会的責任じゃないかなというふうに思います。ですから子どもは親を選ぶことはできませんし、親は子どもを最初から虐待しようと思っては産んでいないんです。まあ、私ごとになりますけど、まあ、うちの子は3人ですね、男の子3人養育してきました。一番下の子はもうかなり大きく20歳を超えました。その3番目は、まあ、障害を持っているんですね。で一番上の子は平成2年生まれですから、もうね、30近くなりましたかね。でその生命が、まあ、誕生、長男が生まれた時、その産声を聞いた瞬間ですね、ありがとうと思ったんですね。そしてその子供の出生届を市役所に持ってた時、初めてお父さんって市役所の職員に言われた時に、そこに社会的責任と子供の養育の重さってことをどっしりと感じました。ということでですね、この新型コロナの時期、私たちがそれぞれの立場で子供を守り、そして貧困から脱出するようにですね、すべての人からすべての福祉を保障していきたいと思います。今回は現行の方の冒頭に、貧困をなくそう、すべての人に健康と福祉を、
質の高い教育をみんなで、そしてジェンダー平等の実現に向けてという4つのですね、SDGs のスローガンを冒頭に掲げました。どうぞですね、これを機会に SDGs と児童虐待ということをそれぞれですね、ぜひ考えてみたいと思います。また最後になりますけども、原稿の方にですね、一番最後に私は津久井やまゆり園の相模原殺傷事件のですね、事件をずっと研究で持っております。被告は植松聡はですね、障害者は生きていることが不幸だというふうに言ってますけど、無駄な命は一つもないんです。無駄な命は一つもないんです。命は等しいんです。どうぞですね、しっかりとこれからもみんなで、次の世代を担うですね、子どもたちを社会全体でぜひ守っていきたいというふうに思います。ご清聴本当にありがとうございました。静岡県立大学短期大学、教授佐々木隆の講座でございました。ありがとうございました。失礼いたします。